今回は今期作った検定に向けてのハウツー、この紹介をします。さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあいつもいつもスノーボード大学見ていただきましてありがとうございます。今回はですね、ちょっとお知らせも含めてなんですけれども、今年検定に向けてのハウツーの DVD っていうのをこの後リリースすることになりました。これも書きましたけれども、私青木玲と斉藤千春の検定対策 DVD のタイトル、クリアザテストっていう、タイトルでこの後リリースしていくんですけれども、この斉藤千春さんっていうのが同じ BC ストリームのライダーでもありながら、今年、JSBA の全日本テクニカル選手権でフリースタイル女子優勝した非常に男勝りなかっこいい滑りをするライダーなんですけれども、シーズン中に千春ちゃんが3月頭テクセン優勝して、すごいじゃん、おめでとう、よかったねって。でその前から僕ジョイントでも一緒にやってましたし、 BC でも同じチームインなので、まあ、仲はいいんですよね。でせっかくチャンピオンになったし、なんか今後やりたいことあるっていう話を僕としている中で、こうやってこうチャンピオンになったりすると、自分のテクニックをもっとみんなに知ってほしいから、自分が考えてるハウツーやりたいっていうふうに思う、僕はそういうふうに思ってましたし、そういうふうに思う人が多いんですけれども、今回私はインストラクターとしてレッスンが好きだから、ちゃんと本当に検定とかステップアップの目標を考えた時のちゃんとした技術の伝達上達の方法を伝えていきたいから、思い切って検定に向けた対策のハウツーやりたいですっていうふうに言ってくれたんですよね。全然僕予想もしてなくて、ああなるほどな、でもまあそう言われてそうだな。僕もインストラクターっていうのも20年以上やりながら、確かに検定に向けて非常に噛み砕いて分かりやすくしていくっていうことは必要だなって僕も感じてたので、じゃあこの機会にぜひ一緒にやろうかっていうので、今シーズンその後から撮影を始めて、いよいよリリースすることになったのがこのクリアーザテスト、私青木玲と斉藤千春の検定対策、こんな内容なんですけども、中身ちょっと紹介させてもらうと、どういうことやってるかっていうと、まずロングターンです。ベーシックカーブロング、検定の2級とかだとベーシックっていう運動がつかなかったりするんですけども、まあ、一応ベーシックカーブロングのまずはバッチテストとインストラクター検定の違いを、どういうところが違うかっていうところをまず表にしっかり出して、じゃあその次バッチテストにおいてはどういう動き、どういう考え方で滑ると合格するか、もしくはジャッジはどういう考えでそれを見てくれてるかっていうのをしっかりとお話ししながら、それを踏まえて、じゃあインストラクター検定になってくるとレベルが上がるってことは多分だけど滑走スピード上がるよね、じゃあスピード上がるってことは板に対してどういうタイミングでどういうテクニックを働きかけていったらいいかなっていうふうにステップアップしながら変化していく、ベーシックロングターンっていうのを初めの方解説して、で僕も斉藤千春ちゃん、千春ちゃんはですね、群馬県みなかみのノルンスキー場でスクールの校長もやってるので、実際現場に出てレッスンすることも多い方なんですけども、ありがちなミス、こういう人が結構多いんですよっていうのを、ありがちなミスっていうのを出して、ヒールサイドターンでありがちなこと、トーサイドターンでありがちなこと、エッジ切り替えるときにこういうのありがちだよねっていうありがちなミスと、それに対する修正方法っていうものを僕と考えてそれを提案していくっていうような流れになっていって、でこのロングターンのまとめとして、僕が大好きなこのホワイトボードを使って座学をするっていう理論っていう部分も10分弱ぐらい話してるものを収録してっていうのが、まずロングターンっていうような作りになってるんですね。でロングターンは非常にこう考え方としても、バッチテストからイントロ検定も、ね、非常に長く続くものだし、結構ロングターンって重要だなと思うので、こと細かにやらせてもらって、でその後ショートターンでは、まずショートターンも級によってちょっとやることが変わっていくので、じゃあまず3級のボードを振るだけでいいやつと、2級のショートリズムのやつと、1級のそれにベーシックの運動を加えていく、どういう違いがあるかなっていうのを、まずショートターンバッチ2級っていうところを3級と対比してお話しして、じゃあそれを1級に持っていく、もしくはそのままベーシックの運動を使うのでイントロ検定だったらっていうふうにステップアップしたハウツーもその後に組ませていただいて、
で、ロングターンのようにこのショートターンにおいてもこう理論っていうものをまたホワイトボードを使ってしっかりレクチャーしてっていうのがショートターンのまず上位を使ったベーシックのブロックで、ここからイントラ検定独自のダイナミックカーブショートっていうのが出てきて、でそれに対してもターンの英会でこのタイミングでこういうふうに足を伸ばすとボードはこうやって動くからこういうふうにやっていくといいんだよ、そこから足をこういうふうに曲げていくとうまく曲げっていう動作と切り替えができていくよっていうような話をしていきながら、で B 級インストラクターに必要なフォールスライド、A 級インストラクターに必要なムーンスライドっていうスライドの種目も、これフォールとムーンがまずどう違うか、でフォールスライドはこれ何のためにやるのか、やったことによってどういった部分で活かせるのか、同じくムーンスライドも何でやるか、これを知るとどういう方向に何に活かせるのかっていうところをちゃんと明確にして、だからこういう動きが必要なんですよ、こういうところを検定員は見てるんですよっていうような流れ、お話にさせてもらってます。なのでスライド系もまず僕と千春ちゃんで雪上でこういう片足の状態とかで動きをしながら、もちろん滑ってる動画もしっかり流しながら、でその後にまたホワイトボードを使って理論的なことをスライドもやっていくっていうような流れになっております。でフリーライディング、エア、この2つに関しては、まあ、フリーライディング自由な滑走なのでどう滑りましょうっていうものはとりあえず考えなくてもいいかな。でも検定でのフリーライディングって言われると、どういうところをまずジャッジは見たいかっていうのを明確にして、例えばスピードつけるのがフリーライディングだよねって思っても、縦長にシュンシュンシュンって落ちていくだけだとちゃんとターンコントロールできてないから、そういう浅いスピードだけだとあんまり良くないよなとか、そういうところのスピードをつけるのがいいのか、じゃあそのスピードをどういうふうにターンに生かしていくのがいいのか、じゃあこのターンをするんだったらスピード速くなればなるほど可動付けっていうのが必要になっているから、じゃあこの可動付けの作り方を左右非対称なトーサイド側とヒールサイド側でちゃんとイメージしてテクニックとして落とし込みましょうっていうような話をこのフリーライディングではさせてもらってます。で最後のこのエアーに関しては座学しかやってないんですけれども、考えればできるようになる、考えて頭の中のイメージを変えただけでエアーが合格点が出せる15分の方法っていう方法を僕ちょっと考えてここでは紹介してます。なのでぜひこれを見ていただければ、なるほどね、じゃあやってみようっていうふうになってピョンって飛んでエアー合格点出る、そんな流れが出来上がったらいいなと思ってます。というふうにバッチテストから始まってインストラクター検定の種目をずらーっとしっかり紹介しながら、それぞれの種目を全部この理論的な座学っていう形で収録してお届けしているので、本当余すところなく各種目お伝えできてる内容に仕上がったかなと思っております。でもちろんここに僕と斉藤千春が出ているので、僕らの滑りのパートっていうのも収録してます。これいつも、今までジョイントでお世話になってた、アーティストK君って言うんですけどね、K君に話したら僕の曲も千春ちゃんの曲も今までジョイントのつながりもあってね、作ってくれて書き下ろしてくれて、マジっすか、でそれをそれぞれのシーズン中に撮りためた映像と編集をして、それをこのハウツーの最後に2人のパートをドーンって乗せていく、で最後10分ぐらいの2人のインタビューを収録してこの一つの作品が終わるっていう DVD タイトルになっております。全部でね100分以上なんですけども、一応これ9月の上旬5日発売予定で今ずっと動いてますけども、内容としてはこういう流れです。でこれ検定の内容だから検定受けないから必要ないやっていうふうに思わずに、できればこの中で一番僕が伝えたかったのが、カービングを深くギューンっていうふうにスピード感を持って曲がるっていうことは、斜面を横切る速度がとにかく速いと次のターンスピードも上がりやすくなる、下に行く速度だとどうしてもブレーキっていう動作になりやすいから、じゃあこの落下力と横に滑っていくこの推進力、推進エネルギーをターンのサイズ
もしくは滑ってるスピードによってどうやって自分自身でコントロールしていったらスノーボード自由なラインがカービングで取っていけるだろうっていうふうに実践につないでいけるような言い回し解説をしながらこのハウツーのレクチャーっていうのを僕と斉藤さんでやらせてもらったので、ぜひ検定受けないけど上手くなりたいなっていう方もヒントがたくさん入ってると思います。ぜひこの辺チェックしてみてください。そんなところで今回は技術的な検定の紹介とそれに対応するテクニックの話もちょっとお話しさせてもらいましたけれども、9月の5日に発売される僕と斉藤千春さんの検定対策のタイトル、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。はい、で、ちょっと今言い忘れましたけれども、この各ブロックの紹介動画もこの後僕のスノーボード大学でちょこちょこ配信していくので、どんな内容かなっていうふうに気になる方はこれから出てくる予告編も楽しみにしていてください。